上がっています。そのベンチの奥ではバーネット、今ピッチング練習を始めています。残りは2イニング、まあ、最後は当然ニムチャンヨンという、まあ、一旦ハイタッチを交わしましてベンチの中に戻ってきました。まあ、出場にとってみればこのまま1点差を守りきれば、代わって2番手ピッチャーのバーネットを小川監督は送りました。その攻撃は8番の脇屋から、ここからは今日が21試合目の登板、防御率 1.35 のバーネット、そしてこのままいけば当然最後はイブチャンヨン、ストッパーが出てくるという流れがあります。初球打った、さあセンター前ヒット、先頭バッターは脇屋が出ました。ここで脇屋が出まして、さあ代打でここから攻めてくるでしょうジャイアンツ。古木が今ネクストバッターサークルから向かいます。ここをどう捉えるかじゃないかと思うんですよね、はい、あのね同点じゃ勝てないですから、ここで上下に回っていく、それで代打は古木を送りますよね、で古木っていうのはなかなか意外当てるのうまいんですよ、はい、簡単にバントで送るだけでは非常にこう、ビッグイニングで勝負してほしいなというね、そういうイニングでもある気がするんですよね。ということはその足を生かしたその攻め方、はい、機動力というものはね、どっかに出てくるカウント次第では動いてもいいなと、簡単にバントで終わるんじゃなくしてね、当然バッテリーもそれを警戒して、そうですね、まず一球牽制入れました、ちょっとこれ楽しみましょうよ。そうですね、ちょっと楽しいですよ、これはね、初球いきなりバントでは僕いかないような気がするんですよね、甲子園の日曜日のゲームの原監督は序盤からかなりその走らせる足を絡んだ積極策を取ってきました。なんかハマってはいないんですけど、そういう姿って大事なんですよね、低迷しているチームっていうのは、はい、そういう中から勢いをつけていくってね、そういう攻撃パターンはすごく大事なんで、おただ取る気はいやいや、もうそれはね、最初はこの形で行ってていいんですよ、バスターエンドランという形もいろいろあるんで、ここから、あただ初球からバントしていって、キャッチャーの前、セカンド送球、セカンドファーストのアウト、送れません。ちょっと打球の勢いが、ま、なくなり止まりすぎてしまい、キャッチャーの目の前でした。腕組みの原監督、初球からバントきましたね、来ましたね、これで、ね、ボールがもう止まってしまいました、キャッチャー相川の目の前、さすがに結構こういう打球になっちゃうんですよね、この表情です。古木遅れずワンアウトになりました。一回見てからでもいいかなというね、はい、ちょっと前振りしてるんですけど、まあ、やるなら本当は初球からやるべきなんですけど、来るとするので、はいはい、逆にね2点を取りに攻撃みたいなね、あ、ことを考えることも面白いかなっていうね、ここにいるのとやっぱり現場にいるのとね、まず同点に追いついてと、次のおそらくイムチャン、まで考えるでしょうから、そうですね、さあただ1番の坂本、今日の坂本はここまで3打席ノーヒットです、内容悪いですからね、ここはもう逆方向へというね、いうぐらいの気持ちでカウントしないで引っ掛けてもいいと思いますよ、その方が思いっきり出るかもしれないですよ。リードを取るファーストランナー古木、外野芝布席立ち上がっての応援が続きます。球場を大きな歓声に包まれ始めました。ジャイアンツ、ね、はい、勝負するんであればこのバーネットでね、最低限同点というね、それでイグちゃんを出しにくいという状況を作んなきゃいけないですからね。なるほど、はい、
そして今日ジャイアンツ唯一の得点、3回にタイムリーヒットを打った亀井が向かいます。8試合連続ヒット中の亀井です。さあもうここは守りも含めてワンアウトランナー2塁1塁、めぐる攻防を続けます。なんか七条が持ってた呪縛からこう解き放たれたような感じでね、はい、芯で捕まえてますよね。そうですね、とにかくその七条の、まあ、コントロール制球力に苦しめられたジャイアンツ打線です。脇や坂本が完璧なヒットですよね。そうですね、はい、このところバッティング好調の亀井です。このところ5試合でも22打数9安打、打率は4割飛んで9厘です。本当に郡山のお子さんの亀井コールがよく響いています。ここでの中途半端なスイングもいけませんよ。振るならふっということでね、割り切っていかないと、はい、スタンド内からは、まあ、歓声と拍手と悲鳴と、まあ、いろいろな何か喜怒哀楽が混ざったような声が聞こえてきました。結果バーネットがランナーを止めましたが、最後はゲッツーでジャイアンツの攻撃をここで一旦締めました。この回、まあ、ランナーを出してノーアウトのランナーを出して、しかし送りバント失敗。坂本抑えた場合は七条もそのベンチでバーネットを出迎えて、それからがっくりそのうなだれた亀井、はい、その心境察する長谷さん、どうですか。こう対象でしたね、はい。まあ、バーネットもかなりのプレッシャー、ルーキーで初勝利というね、そういうことを感じながらのマウンドだったと思うしね、ここで追いつかなきゃいけなかったジャイアンツの攻撃パターンの中でのね、はい、2番亀井がね、結果的にはダブルプレーですけども、これはしょうがないですけど、切られたわけなんですけれども、一旦またその受けているという選手でもあります。でも難しいですよね、一度はね、当然解雇されてまた浅いないという状況で、石川であり立山という存在がまあフル回転なんですが、これは本当に大きな存在ですもんね、はい。ただバーネットがダブルプレーに打ち取った時に笑顔でベンチで出迎える七条の姿がありました。そしてこの9回、もう絶対的なストッパーイムチャンヨンが上がり、ワンアウトをまず取りました。勝利の瞬間です。ヤクルトのルーキー、ジャイアンツからのプロ初登板、初先発初勝利はチーム史上初です。